妙気庵。妙気庵は、京都府お徳二郡群大山崎町にある、仏教寺院。三号は、豊か協三。妙気前庵とも称する。江戸時代一時地蔵寺の達中であったが、現在は、臨済州東福寺派に属する。室町時代の明王年間、1492年から1501年の改装。改山は、東福寺改装正一国司法師。 春学史香る。国宝の茶室、大安があることで知られる。蓮河市の山崎総館の屋敷、大月安を、総館大去大英三年、1524年頃後寺安に、改めたとの伝えもあるが、春学は、永正六年、1510年にすでに没している。また、大山崎集落の大阪府川、島本町山崎には総館急遽後、総館移動の伝えもある。 これらのことから、病気案イコール相関急遽後説は成立しがたい。2018年6月18日、大阪府北部地震により土壁に亀裂が入った。国宝、日本最古の茶室建造物であると同時に、千里旧作と信じうる唯一の現存茶室である。現在一般化している、にじり口が設けられた駒の茶室の原型、かつ隙屋建築の原型とされる。 自伝には、天正年、0年、1582年の山崎の、戦いの折橋は秀吉の陣中に千里宮により、建てられた二条隅路の茶室を解体し移築したとある。慶長十一年、1606年に描かれた、宝石寺絵図には、現在の妙喜案の一あたりに、過去日、過去意の書き込みがありこの時にはすでに現在地に移築されていたものと考えられる。 道図には、病気案の正方、現在の島本町の総関急遽跡付近に、総関屋敷そして、利休の書き込みもあり、利休がこの付近に住んでいたことを伺わせる。従って大案は、この利休屋敷から移築されたとも考えられる。茶室は、霧妻作り付きで、書院の南側に接して立つ。茶席は二畳、次の間と勝手の間を含んだ全体の広さが四畳半台という、 強小な空間である。南東隅ににじり口を開け、にじり口から見た正面に床を設ける。室内の壁は黒ずんだ荒壁仕上げで、わらすさの見える、草案風とする。この荒壁は仕上げ塗りを施さない民家では、当たり前の手法であったが、細い部材を使用したため平気口に制限を受ける。草案茶室では当然の選択でもあった。床は四尺幅、内方三尺八寸で、隅。 天井とも柱や回り縁が表面に見えないように土で塗り回した室床である。天井口は五尺二寸ほどで一般的な掛け軸は掛けられないほど低い。これは利休の糸というより屋根の勾配に制限されてのことと考えられる。床柱は杉の細い丸太。床が町は切り材で三つの節がある。室内頭壁は二箇所に、下地窓、南壁には レン窓を開ける。下地窓、塗り残しの小枚には足が皮付きのまま使用されている。炉は、にじり口から見て部屋の左奥に隅切りとする。現在では、炉と畳べりの間に必ず入れる、障和はない。この炉に接した北西宮の柱も壁を塗り回して隠しており、これは、室床と共に二畳の室内を少しでも広く見せようとする工夫とされている。ただ、 墨炉でしかも昇番がないのだから、炉の熱から墨柱を保護する目的もあったと考えられる。天井は、わずか2畳の広さながら、3つの部分に分かれている。すなわち、床の間前は、床の間の角を示して、平天井、炉のある、手前座側は、これと直行する平天井とし、残りの部分、にじり口側を東から西へと高くなる、駆け込みの化粧屋根裏とする。 この駆け込み天井は、にじりから入った客に、少しでも、圧迫感を感じさせない工夫とげせられる。二つの平ら天井を分ける南北に渡された、桁材の一方は、床柱が支えていて、この桁材が、手前座と客座の駆け込み天井の境をも区切っている。つまり一見複雑な対案の天井の中心には、床柱があり、この面積性が二条の天井を三つに区切っていても、 わずらわしさを感じさせない理由となっている。平天井の竿縁や化粧屋根裏のた木などには、竹が使用されており、障子の山にも竹が使われている。このように蓄材の多様が目立ち、下地窓、荒壁の採用と合わせ、当時の民家の影響を感じさせる。二条茶室の西隣には襖を隔てて一畳に、幅八寸ほどの板敷きを添えた、次の間が設けられ、続けて、 次の間の北側に一条の勝手の間がある。一重と名を備えた次の間と、三重の名を備え、一隅をやはり塗り回しとする勝手の間の用途については、江戸時代以来茶人や研究者が様々説を唱えているが、未だ明らかになっていない。国の重要文化財、書院作り、桁行き二軒、張間三軒、一重、霧妻作り、小ラ吹き、 室町時代の文明年間、1469年から1487年に、病神寺の霊雲院書院を模して建てられたとされ、レンガの祖である山崎総監の急遽と伝わる。前提、大安東側には、秀吉ゆかりの袖すりの松、二代目の切り株が残る。赤月堂は同じく山崎総監の急遽とされるが、今あるのは昭和初期に新築されたものである。 旧、赤月堂は、明治時代に、関東の神塚に買い取られ、現在所在不明であるが、室町時代に遡るものではなく、桃山気候期、慶長年間のものではなかったかとされている。大安を見学するには、およそ1ヶ月前までに、往復はがきによる予約が必要であり、見学が許可された場合も、にじり口からの見学で、内部に立ち入ることはできない。 また高校生以上でないと申し込めない。近くの大山崎町歴史資料館には、大安の創建当時の姿の原寸、大復元模型が展示されている。郵便番号618-0071京都府、お得に群大山崎町大山崎商事旅五56番地。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。